ジョン・ネーピア、ジョン・ネーピア、ジョン・ネーピア、1550年から1617年4月4日は、スコットランドのバロン、数学者、物理学者、天文学者、先生術師としても知られる。ジョン・ネーピアは、スコットランドのバロンであり、熱心なプロテスタントである。幅広いことに興味を持って研究した人物で、特に、大数の発見者として知られる。 という逸話でも知られる個性的な発想に恵まれた発明家である。ネーピアは自分の領地の収穫を増やすために肥料や溶水器の研究をしたり、スペインの侵攻を恐れ、軍事兵器を発案したりもしている。ネーピアの数ある発明の中で後世に特に大きな影響を与えたものは対数とネーピアの骨である。いずれも科学で必要な計算を少しでも 簡単にしようとして生み出された計算のための術であり、他の人々の手によって形が変えられているものの、現代の科学技術の礎ともなっている。また、少数点の発案者でもある。宗教的活動も活発に行っており、ヨハネの目視録を独自に解釈し、カトリック教会やローマ教皇を非難した著書も広く読まれた。ネイピアの考え出したもののうち、 最も科学に影響を与え、受け入れられたのが対数である。対数は、掛け算を足し算に、割り算を引き算に変える。そのため、巨大な数の掛け算や割り算が、対数を使うと容易になる。対数の概念の発見自体は、ビュルギの方が先だったが、ビュルギが長い間、発表しなかったために、対数はネーピアの業績として知られている。 天文学の膨大な計算を簡単に行えるようにした対数について、ラプラスは、対数は天文学者の寿命を2倍にしたと称賛している。ネイピアが考えた対数は、現代的なの形のものではない。正の実数、X に対してを満たす実数、P がただ一つ定まる。この X と P の対応を調べて、表に次、X の計算を、 p の計算に置き換えるというのが、ネーピアの発想である。つまり、対数の底は固定値フォーミュラにであり、現代的な対数と違って、掛け算を足し算に、割り算を引き算に変える目的だけで作られている、乗算と除算を容易にしたいだけなので、そこは固定値で良い。この p のことを、ネーピアの対数という。ネーピアは1594年にこの対数の概念に、 到達し、この定義を用い20年間計算を続け7桁の数の対数表を作成し1614年に発した。ネイピアの時代には、まだ小数は一般に広まっていなかったため、ネイピアの対数表では、なるべく小数が現れないように工夫されており、X も P も整数として表されている。そのため、 現代的な対数の基本的な演算をそのまま適用することはできずのように10で割って Z と P の対応として補正して扱う必要がある。しかしこういった現代の対数との違いはさまつなことである。1620年、エドムントガンター、エドマンドガンター、1581年から1626年によって対数弱、ガンター座誌、ガンター、 S, S スケールが作成された。対数弱は、対数の原理を用いた計算弱の走りである。この後、計算弱は、電卓が広まり始める1970年頃まで、広く使われた。ネーピアの骨はネーピアが発明した、掛け算を足し算だけの計算にする道具である。対数と同様にネーピアは、 科学で扱われる計算をいかに簡単に行うかといったことに尽力し、その成果の一つとして得られた道具である。ネイピアの死後、ネイピアの骨は様々に改良されるが、特に1623年のウィルヘルム・シッカード、ウィルヘルム・シッカート、1592年から1635年による改良が重要である。シッカードは、 ネイピアの骨を歯車などを用いて自動化した。ネイピアの骨は掛け算を足し算だけにする計算道具であるが足し算の回数もそれなりに多い。その部分の労力をいくらか軽減できる道具である。し、カードの計算機には足し算の機能も組み込まれており、ダイヤルを回したりしていくと6桁と1桁の掛け算ができる。このし、カードの計算機は 世界初の歯車式計算機としても知られ、その後のコンピュータの歴史へ繋がる一歩でもあった。1550年、ネーピアは、スコットランドの首都エディンバラの南西に、イチスルデとジャネット・ボスウェルの間に生まれた。ここは、現在のネーピア大学の敷地内である。1563年に、ネーピアがに入学した直後、母親のジャネットが亡くなった。この後、 大学を中退したネーピアは、フランスを、はじめ、諸外国を遍歴したらしいが、詳しいことはわかっていない。1571年頃にネーピアは故郷に戻り、父のアッチボルドの再婚に立ち会った。翌年、父から土地を譲り受け、ガートネス城に今を構え、エリザベス・スターリングと結婚した。エリザベスとの間には二人の子供ができる。 1579年にエリザベスは亡くなり、アグネス・チザムと再婚する。アグネスとの間には10人の子供を得る。この年、ネーピアは炭鉱から水を外に出すための装置の発明をしている。1593年に、A、プランディスカバリー・オブ・ザ・ホール・リベレーション・オブ・ストリート、ジョン・ヨハネの目視録の真相を出版し、カトリック教会を激しく批判した。また、 この中で、最後の審判の日を1688年、内視1700年と予言している。この本は好評で、ネイピアの死後も番を、重ね21番まで出版された。また、多言語にわたり、翻訳もされて、広く読まれた。1594年に、対数の概念を発見し、以後20年にわたり、対数表の作成に従事する。1608年、 父のアーチボルドが亡くなったため、マーキストン・ジョーの八代目の上司となる。1614年、対数表を完成させ、ラテン語の論文、ミラファイシー・ラガースモローム・カナリス・デスクリプティを素晴らしい対数表の使い方で発表する。この論文は、1616 16年に、エドワード・ライトによる英語訳が出版されている。1615年の夏には、 ロンドンのグレシャム大学の幾何学の教授だったヘンリー・ブリックスがエディンバラまでネーピアを訪ね1月ほど滞在し対数について議論を行った翌年もブリックスはネーピアの元を訪れているさらにその次の年もブリックスはネーピアに会う予定だったが1617年4月4日にジョン・ネーピアが自分の城で池を引き取ったため会うことはできなかった この時の二人の間の議論で、対数の用途について様々な角度から検討がなされ、ブリックスの提案から、常用対数やそこの概念などが生まれ、対数が現代の用法に近い形で確立された。1619年、息子の一人、ロバート・ネーピアによって、以降、ミラファイシー・ラガースモローム・カナニス・カンストラクテを、素晴らしい対数表の作成方法が出版された。 ネイピアの対数では、できるだけ小数を避けて、対数表が作成されていたが、この移行では、ブリックスの影響かどうかはわからないが、小数を容認する方向へと進み、小数の表現方法として小数点の使用を提案し、この発明も世界中に広まることになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。